自由党の共同代表山本太郎です、えー、野党時代には大反対していた自民党が政権を握った途端に手のひら返しで大賛成の TPP について会派を代表してご質問いたします TPP の肝といえば何でしょうか ISD 条項 TPP の中でも一番危険な部分と言われています複雑で大変難しいパートだと思いますぜひテレビを見てている中学生の方々にもそして 山本太郎にも理解できるように、えー、分かりやすくですね短く答弁いただけると助かりますそもそものお話をお聞きいたしますなぜ ISD 条項が作られたんでしょうか岸田外務大臣、えー、ISDS IS 条項ですが、えー、これはあの投資受け入れ国による投資関連協定違反に当たる不公正な、まあ、待遇によって 投資家が損害を受けた場合に中立公正な国際仲裁で解決を図るためにこれはさまざまな投資関連協定において今日まで設けられてきているものであると理解をしています委員長山本君ありがとうございましたまあ企業や投資家などが発展途上国で商売をやるために進出をした他の国にしかし進出先の国の法律が しょっちゅう変わったり不安定な政治などが原因で損をしてしまった巨額の損失が生まれたなどした場合裁判所のようなところいわゆる国際仲裁機関に訴えることができるように作られたのが ISDS 条項だとそのような感じだと思いますねで ISDS 条項で日本が訴えられることっていうのはないんでしょうか教えてください。石原国務大臣 ただいまの外務大臣からご答弁させていただきましたけれども今の山本委員のご心配は提訴のご心配ということだと聞かせていただきましたあの我が国はこれまで WTO 等々に関しましても ISDS のあるその既存の協定に基づく義務に違反するような措置すなわち海外からそのルールを決めておいたのに後からルールを変えるというようなことをやったことがございませんので この訴えられたことはございませんし、また今後もです、ね、必要な規制を行えるような措置、先ほど遺伝子組み換えの問題についても議論がございましたけれども、これは確保しっかりしております、従いまして TPP 協定に違反する措置を取ることはございませんし、そうしたことから今後とも我が国が、まあ、ISDS によってです、ね、相手企業から訴えられるような事態は発症しづらいものであると認識をしております山本君。 ありがとうございます今まで日本は ISDS で訴えられた訴えられたことがないというお話でしたこれ当たり前の話なんですよね説明します、えー、フリップにもあります通り日本は過去にも ISDS 条項が入った協定をさまざまな国々と結んでいますそのほとんどが発展途上国いわゆる新興国です基本的に協定を結ぶ場合相手側つまり途上国側が期待するのは日本からの投資が入ってくることですよね 例えばタイやラオスカンボジアパプアニューギニアミャンマーやモザンビークなど途上国側の企業が日本に投資を行い日本で手広く商売をやったところ法律や制度に不備があるから損をしたじゃないか ISDS を使って日本を訴えるなど考えられないでしょ事実今までそのようなことはなかったなぜなら今まで日本は常に途上国側に投資をする立場だったからってことですよね 相手側から訴えられること基本的に想像してない ISDS なんですよ。しかし今回違いますよね。今回の TPP TP は日本側だけが投資するっていう話じゃないよって、お互い投資を受け,合い受け入れ合いましょうねっていう話ですもんね。その中での ISDS 条項は、これまでの状況とは根本的な違いがあるということを政府はすっ飛ばして説明している。これからは日本が投資をするだけでなく、投資を受け入れる側にもなる。 アメリカに存在する巨大企業カナダニュージーランドなどの企業が日本を訴えることが可能になるこれ初めてのことなんですけど今まで無敵だったから大丈夫って話全然違うじゃないのってアメリカにある巨大企業たちが ISDS を悪用してどのような理不尽な振る舞いをしてきたか分かりやすい例を出しますあまりにも有名南米エクアドルでのお話そこで石油開発事業を行ったアメリカ企業シェブロンの子会社 大規模な環境汚染を引き起こしたこれに対して現地住民はこの会社に損害賠償を求めて訴えたエクアドルの裁判所もこれを認めて損害賠償を命じました環境汚染権利の侵害や不法行為などがあればそこに被害者があったならば救済されるのが当然ですよねこれはどの国の民法でも認められている当然の権利住民にとってはこれ憲法上の権利でもあります ところがシェブロンはこの出された判決が不服とアメリカとエクアドルとの間で結んでいた投資協定を根拠に ISDS を使い第三者が判断するいわゆる仲裁庭にエクアドル政府を訴えた結果どうなったかこの仲裁庭は会社側の主張を認めたエクアドル政府に対して損害賠償を命じた判決の執行停止を命じたこれひどくないですか 大規模な汚染作り出した企業は許されたって損害賠償なくてもいいって判断までされた理由は何なんだって以前に会社とエクアドル政府との間で結んだ合意の中環境的責任を問わないと約束をしたことが根拠だと要は環境汚染引き起こしても OK なんだ問題ないんだってことにされちゃったってつまりエクアドル国民の憲法上民法上の権利すら否定したっていう話なんですよね 政府が勝手に私的な企業と結んだ約束が場合によっては国の法律すらひっくり返す。国の法律さえひっくり返すことができるのはその国の裁判所ではありません。海外の第三者がジャッジする仲裁庭国の法律さえひっくり返すことを決められるのはその国とは関係のない外国人の弁護士、外国人の仲裁人、ISDS、 主権侵害そのものなんですよ。そのことをよく自民党の皆さんは野党時代ご存知だったはずですよ。ねえ。TPP は国の主権が奪われる。TPP は日本文明の墓場。そんな発言をしていた人間たちが現在政権の閣僚を務めてるって。で、政権取った後手のひらを返して TPP 大推進恥を知るという意味、わかりますかね国家の私物化をやめていただきたいんですよ。 ISDS は海外に進出した企業や投資家が合理的な期待を得られなかった場合、想定していた利益が得られなかった場合、途上国のみならず、進出先の相手国政府に損害賠償を求めることができる。ざっくり今のを言うと、ISDS は俺たちが儲けられなかったのはお前たちの国の仕組みが悪いからだろって。賠償しろよ。国内法変えろっていうような悪質なクレーマーのようになってしまっている現状がある。 ISDS により、訴えが起こされた場合、それを裁くのは、それぞれの国の裁判所ではないことは何度も言っております、紛争を解決する手続きを国際仲裁機関が行う、問題ごと、紛争ごとにそれをジャッジする仲裁庭が立ち上がる、お聞きします、一番多く訴えを処理してきた国際仲裁機関はどこでしょうか。外務省山内経済局長。<laughs> お答え申し上げます。 えー、それは、イクシッドと呼ばれているところでございまして、投資紛争解決国際センターでございまして、2015年の例を申し上げれば、投資仲裁のうち約3分の2をこの投資紛争解決国際センターで行ったというふうに承知しております山本君、ありがとうございました、世界銀行傘下の仲裁定イクシッドっというところで行われたものが一番多いと、投資家の訴えに対して判断を下すのは、イクシッドの仲裁艇。 仲裁定では3人の仲裁人によってジャッジされますじゃあ誰が仲裁人を選ぶんだ訴えた側訴えられた側それぞれ仲裁人を任命そして仲裁裁判所の長となる3人目の選出は訴えた側訴えられた側の双方の合意またはそれぞれが選んだ仲裁人の合意で選ぶそうなんですけれどももともと意見が対立してますからね3人目選ぶの難しいですよね 調整できなければこの e クシ i d の事務総長が選出すると聞いています仲裁人それぞれ選ぶと選ぶ任命するって言ったって簡単な話じゃないですよ誰でもいいわけじゃないですから国際法に詳しくて似たような国際的な係争案件にも直接関わったことがある人でないと対応できませんよね e、えー、クシ i d にすでに登録している弁護士などの専門家の中から仲裁人を選ぶことになるそうですお聞きします e クシ i d に登録された日本人の仲裁人何人いらっしゃいますか 山内経済局長、はいえー、この国家と他の国家の国民のとの間の投資紛争の解決に関する条約の下では仲裁人名簿が設けられておりましてこれに登録されている日本人は4名でございます山本君4名ありがとうございます、えー、今や政治をコントロールしているのは企業だとも言われています組織票、企業献金などで 企業の代理人を議会に送り込む。まさに代理人を買う。政策を買うといった状況です。日本でわかりやすく言うならば自民党と経団連みたいな関係なんですかね。皆さんご存知でしょうか。p r o f i t ィ i n g from Injustice 不正義によって利益を得ることというタイトルのレポートを。ヨーロッパで企業によるロビー活動が政策や政治を歪めないように調査し、監視し、 民主的で社会正義にかなった政策提言を行う学者や専門家で構成される2つの NGO 団体が共同で行った投資仲裁に関する調査結果が書かれているレポート p r o f i テ t i n g from Injustice ここでは先ほどの国際仲裁機関の仲裁人となる弁護士が仲裁人クラブあるいは投資仲裁村とでも言うべき狭いグループの人に限られてしまっている状況 そしてそのような投資仲裁村が自らの利益を拡大する手段としてさまざまな投資協定に ISDS 条項を設けさせるため働きかけている状況が詳細かつ克明に報告されていますそこに書かれているのは係争額係争額が上がれば上がるほど仲裁定の仲裁人はものすごく限られた弁護士が関わるということ係争額が1億ドル 1>, 1億ドルを超えてくるとその限られた中の15人が64%関与する係争額が40億ドル以上40億ドル以上になってくるとその限られた中の15人の75%が関与するまさに特定の人たちで事件を処理するっていう仲裁村仲裁人クラブっていうのは存在するこのような欧米人サークル 先ほども言っている仲裁村、仲裁人クラブの中に国際仲裁で、国際仲裁帝で何度も戦ったことがあるそんな経験のあるベテラン、即戦力となる人、日本の国益を代表できる弁護士さん、日本人がいるかっていう話になると思うんです。先ほどエクシッドに仲裁人として登録されている人たちは4人いると言いました、日本人で。実際にこの方々が過去に仲裁人に選ばれ現場に立たれた回数教えてください。 山内経済局長。e クシ i d の条約の下の仲裁において、えー、現在までに仲裁人を務めた日本人はいらっしゃいません委員長山本君。いらっしゃらない。始まる前から負けてるじゃないかって、日本人の仲裁人は現場に立った経験がないって、初めてのお使い、ここでやるつもりですかって、ぶっつけ本番ですかって。 仲裁庭では安倍政権お得意の問題ない、ね、それには当たらないなんて通用するんですかね、この ISDS で訴訟になり、負けたとしてももう一回訴えられないよって、つまり上訴ができない、一発勝負、こんなバクチのような制度で安全性担保してるって胸張って大丈夫なんですかね、これ、一発勝負で大丈夫ですか、何かありますか 石原国務大臣あの先ほど岸田外務大臣がご答弁させていただきましたけれども、日本がその訴えられていないということはです、ね、日本の弁護士の方が働く現場がなかったということだと思いますし、委員のご指摘は、ISDS と同じくです、ね、これまでの ISDS と同じくその、 上訴することができなくて、一新性である、こういうことに不安をお感じになられていることだと思いますけれども、あのその点はです、ねその、この仲裁裁定を信用しなければ、そういう議論になるんですけれども、そこはです、ね、これまでの事例を見てもです、ね、信頼に足りうると、私ども考えておりますので、これと同じことを認めているというふうにご理解いただきたいと思います。山本君 もう本当に勘弁してください少数会派の時間を削るような、えー、聞いてもないことに答えるのはやめていただきたい、えー、まああのね一審一回しか勝負できないっつってもそこに対する、えー、っとなんて言いますかカバーできることがあるんだということもたまに言われてるんですよね衆議院の、えー、っと議論ではどういうことか TPP 委員会というところに要は、えー、その仲裁体での意見が分かれてしまった場合に一度 TPP 委員会というところにそれが投げられるんだという話なんですよ。 関連文書だったりいろんなものの解釈に関する中身をねで全あの各国の代表が集まり全会一致90日ルールっていうもとにやらなきゃいけないんです全会一致なんて無理だろって結局、じゃあその仲裁人村にまた戻るんだぜって話なんですよねそういう話を多分あのやり取りとしてできればなと思ってたんですけれどもじゃあその先にいきたいと思いますえー、っとですね TPP 第9章 投資の賞のお話をさせてください。投資の賞には何が書かれていますかってことなんですけど、何が書かれているか。例えば、自国の企業と同じ扱いを認めなさいよっていう内国民待遇。公正でちゃんと国内企業とも釣り合うような最低限の待遇を与えなさいねっていう公正公平待遇。外国の投資家が期待していた利益を阻害するような行為はダメだよっていうような間接収容。他にも収容など、つまりは 投資家をいいいかかかに守るるととうことが書かれているのが、投投資資のの章なんですね。投資家の保護に熱心なことはよく分かったんですけれども投資の章には健康や環境などに影響を及ぼす行為に対して歯止めとなっているような条文がありますか、で、これ、条文読まないでください、時間がもうないので、えー、どちらかというと、その条文はどこにあるのか、第何条のいくつだということを教えてください。山内経済局長。 投資の章第9章の第16条で、投資活動が環境、健康、その他の規制上の目的に配慮した方法で行われていることを確保するために、投資章に適合する措置であれば、締約国が必要な措置を採用、維持、または強制することを妨げるもの,でものと返してはならないと。 いうふうに書いておられます。今議員ご指摘の通り第九章の第四条、第五条、第十条、さらに付属書九の B において、えー、環境健康に関するものを含む国家の正当な規制権限について規定しております。山本君、ご丁寧に読んでくださいましたね。ありがとうございます。えー、っと今フリップが出ています、えー。一番その歯止めとなり得るような条文が書かれているのが第九条。 第,、えー、第9.16条9.16とここでは呼ばせてくださいこれが健康や環境を守るための条文と言われている9.16日本の政府が出している医薬文をボードにいたしましたこれには何が書かれているのかというのを私からもざっくり言います健康や環境などに影響があるような事業や活動があった場合日本側がそれを止めるための手段を講じても違反にはならないということが書かれていると思います 間違いないなですよねところがですねこの条文にはそれを根底から覆すようなトラップが存在しているフリップの色が変わっている部分わかりますかね括弧の中ですねはい括弧部分をピックアップしたフリップを出してくださいこの章の規定に適合するものに限ると書かれてありますこの章とは何だ投資の章です健康や環境に関する措置は投資の章の規定に適合するものに限るということなんですね 要は投資の章違反でなければ投資の章の違反として扱われませんと言ってるつまり違反しない限り違反じゃないって当たり前の話でしょ何書いてるんですかこれ何も言ってないのと同じなんですね全く意味な意味意味無意味なことを言っている条文だと全ては投資の章の規定に違反しなければ問題がないつまり投資の章や他の条文と照らし合わせてみて内国民待遇や えー、収容、公正・公平待遇などに違反しないという条件付き、限定付きで、健康環境に関する規制をかけることを許してあげるという代物になっちゃった、逆に言えば投資家の保護が最優先、それに反するようなことは、たとえ健康環境に影響があっても規制することは認めないっていう話なんですよ、この括弧内の一文によって、もう歯止めが失われた、無効化されたぞって、この括弧内の文言、もともとなかったんじゃないですか、これ、誰がつけろって言ったんですか。 その国名を教えてください、石原大臣ですかね、これ山之内経済局長。この特別委員会で何度もあの答弁させていた,いただいていると思いますけれども、交渉の権威につきましては、あのこれこの、先方との関係や我が国の手の内をさらすというようなことになりかねませんので、そこについては、えー、コメント差し控えたいと思います。 山本君えと答えてもらってる答えも違うし、そして大臣も答えてくれない、だとするならば、この TPP に一番詳しい人に答えてもらうしかないじゃないですか、甘利さんでしょ、来てもらいましょうよ。委員長、本委員会に、えー、あまり前 TPP 大臣、出席を求める。 そして、えー、この9.16条のこの中身に関して、どのような審議が行われたのか、どのような過程があったのかということを知る文章を、えー、出していただきたい、それを、えー、理事会で、えー、図っていただけますか、えー、ただいまの件につきましては、五国理事会において協議をいたします山本君巨大企業が、ね、巨大企業に日本が訴えられたとして、それ支払うの誰ですか、国税ですよ、税金ですよ、皆さんからのね。 訴訟を受けた事柄に関する法律や制度、これ、変更を余儀なくされる、どって同じような件があったらまた訴えられるから、国内法変えられちゃいますよ、司法制度も海外企業に壊され、生活や安全が脅かされるのはこの国に生きる人々です、国の主権を差し上げるような、この TPP、脱退以外ありえないと申して、えー、今日の質問を終わります。ありがとうございました。